シャンタル・アケルマンは、ベルギー出身の映画監督、脚本家、女優。日本語では、シャンタル・アッカーマンと表記されることもある。代表作に、ブリュッセル1080、コメルスカ・ハンドーリ23番地、ジャンヌ・ディエルマンがある。1950年6月6日、ブリュッセルに生まれる。ユダヤ人の両親を持つ。彼女の父方の祖父母は、反ユダヤ主義の強まっていたポーランドを逃れ。 ブルッセルへ渡った。貧困の中で育った彼女の父親は12歳の頃から働き、18歳で自らの工場を持つに至った。母方の祖父母はアウシュビッツビルケナウ強制収容所で死去し、彼女の母親は生還した。高校での生活に馴染めなかった彼女は文学に興味を持っていたが、15歳の頃にジャンリュック・ゴダール監督の映画、吉街ピエロを見て、 映画制作の道へ進むことを決意する。1968年、短編映画で映画監督デビューを果たす。1975年、デリフィーヌセイリグシュエのブリュッセル1080、コメルスカハンドーリ23番地、ジャンヌ・ディエルマンを監督する。2011年、ニューヨーク市立大学シティカレッジのスタッフに就任する。2015年10月5日、パリにて死去。 65歳没。その死については、うつ病で入院していたという報道がある一方、自殺であったとする報道もなされている。彼女の作品は、トッド・ヘインズやガスバン・さんと、サリー・ポッター、ミハイル・ハネケラに影響を与えた。ありがとうございます。